伝令の時間もね、ありそうだからね。あんまやりすぎると遅延行為になっちゃうから。投げました。うわー、天才なの伝令がクソだったー。ボボボボンチュール、さあやっていきましょう。第2流行語。俺は打ち合わせしたやん。やりましょう、第2流行語。あー、今日はね、キングコングいないっすね。キングコングドラゴン打線ができないっすね、これだと。ドラゴン立浪か、絶対必要しなければならないマストなのか、それとも、一応転生超怖いホラーエイとか、まあ、成績はいいのはもちろんマストなんですけど、しょうがねえな、ドラゴン見てやるかおめ、まあ、いやまあそうね、前回ホームラン打ったしな、一応、ね、見てねえところで本当に見放しそうになりそう。あホラーエイトやばいぞ、これホラーエイトちょっと今日は控えっすね。選ばれなかったっていうね、まあ、ホラー担当ですけど、ホラー担当の大陸高校選手天才だ、ガレイク、おたまにやってみる。とりあえずパニックいくか、1年生見ていきたいしな。スティルマンが普通か、スティルマンでもいいけど、ダイソーしたい。まあダイソーだね。前回活躍したやつはパー打ったね、バラナイキ打った、マスト打った、キングコング打った。ブレインがダメだったな、前回実力主義だから、打ったやつから打順上だから。じゃあキングコングドラゴンでいくか、対決しそうやな。まあ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 、全然まだ序盤地区大会2回戦の模様をお届けいたします。こんなに育成に失敗したと思う台は英会なのやっていて初めてですわ。観客に見送られて、こんなになんかさ、3番はこいつだよねとか4番はこいつだよねっていうのが2年生3年生で生まれてないっていうのはね、英会な史上初めてだわ。点取られた、取ったか、取りました。さあ見せてくださいよドラゴンさんよ。そうだよ、お前は絶対上位打線でさいるべき存在なんだ。一応は相手の投手から見ていきましょう。松本天生プロ、でもそんな強くない。福田氏、本当に神奈川多いっすな。あ、いいのかった。渋谷、渋谷、渡辺、なんて言うんだ。本当奥ね。まあ横浜、神奈川といったらね、編成つかプロチームが多いですからね。パー、いいね、足が速そう、生かしての。しかも盗塁。でバラライから返す、1、2番やってるね。いいね。からのマストがどうした？キングコングか？でこれでマスト、キングコング、この転生 OB、 転生 OB クリーンナップよく見たら、そうだよくよく考えればマストがね、そうだ、なんでマストを使った人転生 OB なんだ。忘れてた今。そうだ、すんげー忘れてた。何も得のないかがさなかったからさ、初期よく考えたらすげえな、初めてだよこんなの。転生 OB345 全滅してますけどね今のところ。さあ流し打ちの数値が高い時は流し打ちしていきましょう。こいつは慎重な方がいいということは分かりました。もう分かったよ、もう打てばいいよ、もう第9、もうこっちが負け認めるから打ってくれ。積極で打った試しがね。いや、追い込まれてからが君のね持ち味が出るところ。最高。さあカット打ちしていく。監督それは違うやつです。どうしてでしょうか。どうしてなんでしょうか。どうしてなの、どうしてなの。じゃあ強振でいってみようか。パワーヒッターを使っていきますよ。パワーヒッターもせっかくあることだしな。あのね、バットじゃダメなんてね、あの打球って飛ばないんですよ。はい、もうね、あの初球がミスった時点でお前は慎重だ。ほんの初球持ってるからね、一応初球だけはね。投げました。低め。アッケーだ、見せてくださいよパワーバッター。次が4球目、投げました、打った、ボテボテ。うわ、本当に打たねえな。スリーアウトチェンジ。ヒゲ抜くない？抜く。ピョンピョンで抜くか。ピョンって多分あれ邪魔だと思うんだよね。おいおい、一点しか取ってないんですよ。うちは名門だよね。名門校です。名門校ですよね。忘れちゃったよこの弱さ。なんでだろう。なんだろうな。やっぱガードポイントだけが頑張ってくれてるから今勝ててるだけだって。一点差って普通負けるからな。1球目ストライクから第2球。さあパニックくんですね、打率10割でございます。1年生まだ応援歌つけるの忘れてますこいつは。やっぱ活躍してね、名を上げないとね応援歌作られませんよ。ボテボテ頃、まあ1年生だから許そう。いい進塁打だ、やることはやった。さあお前どうせ打てんだろ、お前打つもんよく。ヒット打ったらね、またねこいつのおなじみのセリフ、クソザコかと言います。やっぱすごいよな、ガードポイント転生プロだからさ、9人中4人は転生なんだよな。すげえチームだよ。栄冠ナイン史上俺たちはかなり珍しいからな。ああ、ある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 、ほら、いやすごいわ、ザコが。お、続きましたか。
パーいいね。パー打ったね。そしてバラライカも調子いいぞ。前回ホームランしました。サベレージヒーターついた。やっぱ流し打ちが強いっすね、きっとね。センター返しアウトコース来たら確定、それ打って、確定で持っていくからな。ブルンブルンバット回して、パワー貯めて、おーナイスナイス。えぐいなスラーブが。なんだろう、レフトスタンドにかますような。ナイスなんでね、これはいいわ。さすがです。完全にドラゴンの上位互換なんですよ。確かにこういうことをやってほしいんですよね。あれお前満塁とか持ってなかったっけ。また間違えたわまた間違えたわ。次だわ、キングコングだ。どっちに打とうかな。どこにでも打てますよ状態。何でもござるですね。マスト。第9投げました、決まってストライク。こいつは入学当初すごく弱い OB だったねえ。何にも得のない OB ってうまみないもん。それが今じゃねえ、キャプテンか。キャプテンマスト。やっぱね、変わるんですよ時代は。さあ打て、こんだけ言ったんだからフラが立ったんだから打て。第4球を投げました、完全に外れた。お満塁でね、スリーボールワンストライクはなかなかピッチャー緊張する球。甘い球が、あーやっちゃった、最悪。パー早いね、足早いね。7ヒットで2点しか取れてないか。しかし1ヒットに抑えてるね。やはりガードポイント、ガードポイント抜けたらやばいんじゃないかこの高校。まあ、一応ワンショット強いけどね、かなり経験値増やさないと。天才でも消えちゃうっていうの悲しいな。なさあドラゴン打て打て、それを引っ張ってみせろ。前回はねライト方向にホームラン打ちました、見てない時に。早速追い込まれちゃいましたけど。投球はこれから3球目ボール。いいか、確定弾打ったら褒められると思え。褒めないと伸びないかもしれないから。投げました、打った。ナイスバッティング。まあこれはまあいい、これはいいよ、いいボンだ。まあ、いずれはヒットになるような当たり、うん、今のは当たりどころが悪かった。さあガードポイント3、2点リード。これちょっと変えにくいですね、さすがに。お、かく乱のパニックがランナー出てます。盗塁しました、かく乱のパニック盗塁しました。マジかよ。ナックルボール打ったー。ダメんじゃねえザコガト、危ねえ危ねえ。ライトゴロになっちゃう。来たー、ここでパー。いやーお前がね、超ファイト、そんな強くなるとは思わなかった。てかそうなんだよな、こう1個前の世代はね強すぎたからお前が薄かった。そうだね。あとパーはね左投手で強くてね、2試合連続右ピッチャー先発だけど、それでも成績を残してる。自分で自己暗示してんじゃない、あいつは左ピッチャーだあいつは左ピッチャーだ。おお、高めのボール球2球で出していく。第3球を投げた、インコース見てます。相手もナックルボーラーか、こっちにもいるぞ。ワンショット、それ打てんの、アウトコースの球引っ張り指示で打てるの。無理やり引っ張ったね。いやパーすごくなったなお前。栄冠内の面白いとこだな。最初は弱いと思ったやつがねどんどん強くなるっていうね。だからドラゴンにも期待してるんですが、期待してるんですが、2年生です。第9投げた、言えてパーも2年生まではね全然勝ちなかったから。投げた、それ打ちだめ、抜けろ。おーおーきた、足が遅い。3アウトチェンジ、9ヒット打ってます。3点しか取れてません、ね、ちょっとどういうことこれ。3対0です。チャンス崩しまくってんじゃん。誰だよ、相手取ったホームランじゃね。おキングコング、キングコング一発打ったんじゃない。今日はここまで3打数、それかマスとか1三振。おっとマスどうした、キングコングナイスー。マスとマスはもうそうそう年感じてきてるもうダメだ、俺はもうベテランですからね。あとは若いやつに託すわっていうね、で若いやつが来てるんですが、はい、頼むよドラゴン。あ、いい球、福田さんのいい球、さっきいい当たりしたからさ。投げました、3球目ストライク。今のストライクはエグいわ。インコース来たら絶対かませ。あれ慎重にしないの。いやもうしてない、慎重でも積極でも打てないから。ほんと出ないな。やっぱ抜くしかねえよヒゲ。神奈川大展開で迎える8回です。あのガードポイント君が強すぎ問題ですね。はい、100球だ、奪三振10ですもんこれもう無敵ですね。ぜひ極み高校に入ってきてほしい。まあ天才弾投げさせてワンショットとか9回仕留めるか。そうだね、観客の皆さん私が入りました。そう俺の名は、せーの、ありがとうございますポジティブやなコメントであったけど、天才だ裏ですげえ努力してそうっていう書いてあった。してるだろうなこいつは。だぐんぐん上がってるもん。こいつ入学当初120キロ台ですからねストレート。第2球投げました、これもそれが今で161キロ。
こいつね、あの試合終わった後にね、ちゃんと自分で悪かったところを反省してね、あの裏で壁当てしていくから。一方その頃の天才ガードポイントさんは試合後に女遊び、酒そして朝帰り、これが天才というものなのさ。残念ながらこれがセンスあるやつとないやつの違いなのさ。仕方ないよ、実力主義なんだから。天才では強い方ですよ。なんか高めに3球投げていく、釣り玉なのか。ナイス、いい球。天才だ、160キロ。いい球、見てて気持ちいいわ。ちゃんとメモ取ってっから、あいつベンチ裏で今のストレートは良かった。えらいな。変えますか、豆腐メンタルからですよ。いや今日豆腐メンタルはもういらないっす。あの4点差なんでね、今から投げたとしてもワンアウト出すとしてもあいつは怖えわ。沼倉さんが入ります。ガードポイントが言います。なんて言ったんでしょうか。おそらくおそらくネガティブな言葉でしょう。いいスライダー、ワンショットいいな。ワンショットがいる限りちょっと明るいんだよな。一応投手陣はなんで投手が強い大陸高校って。大リーグの投手も強いからそれはそれでいいんじゃない。投手しか強くないのは問題だけど、打撃系が良かったんですが。追い込んで第4球を。ナイス、あーいいナックル。次は5球目、投げました。完璧ですねこのナックルで見せ球、そしてストレートバチーンとやってね、空振り三振しよう。投げました、おっとスライダー投げました。鈍い頃バラで掴んだセカンドから。危ねー、送球いい。バラライカ、まあ、前打ってるからいいよ。三原っていうのね、あなた。第9投げました、いいナックルボール取ってあって、プライスです。守備ではいいですよ。バッターは3年生川原。例えば今日の成績どうなってるんですか。パーモダショーです。2試合連続モダショー、バラライカもナイスですね。マストどうした。キングコングはホームラン打ちました、ナイス。ドラゴンドラゴン守備 S、 あー上がってんのか。えプライスですが OK で、ブレインが、まあ、打ってますね。パニック、まあ、ボールした、ナイス。パニックダメだった。お、ついに防御率も4以下になった。最初がダメダメだったからな。伝令残ってるし4点差あるから1回出しちゃうか。豆腐メンタル、豆腐メンタルが出しとけばよかったな。そうちょっとファン、豆腐メンタルの修行です。この9回最後のピッチャー、心臓がバクバク。さあ誰か褒めて。天才だが、天才だが褒めます。おいお前ならいける。まあ俺の方がいけたけど、俺はて、あーカットされちゃった。カットされちゃった。年齢の時間もねありそうだからね、あんまやりすぎると遅延行為になっちゃうから。第9投げました。うわー天才なの年齢がクソだった。いやー豆腐メンタル、これは崩れる。豆腐メンタルだからな。やばい、僕の1球でみんなのみんなのやる気が下がってしまったって。こう絶対ネガティブだぞこれ。第9豆腐メンタル、何より怖いのはあのガードポイント様のねお怒りですからね。第2球、あいつもうベンチ裏で女の子と電話取ってるから。いやここ押さえてランナー出ると怖い。投球は3球目、投げた、取ってやってキングコング。危ねえ、どうしね、あ接触事故になる。ありがとう、危ない危ない、出す順番本当に間違えた。本当に一発つくんじゃねえのこいつ。2回戦を見事勝利しました。ワンショットから引き継ぐなこりゃ。まあ勝ったはいいけどね、もっとなんかこうつかマッソ君が打てなかったね。あとドラゴン、あとドラゴン、あとドラゴン、まあもうあの人も忘れました私。マストドラゴン、ちょうどねそのチャンスの時に彼らが出てから点が全然取れなかったんだと思うよ。見てよ、1、2番絶対出てんやほぼほぼ。パーバラライカすごいな。何もつかず、まあね相手弱いからね。横浜もこんなもんかと、神奈川もこんなもんかと大リーグが舐めております。そろそろ来そうですね高野連からの資格が。極み高校と大陸高校は高野連から嫌われております。シート見た、おダークホースやないか。ダークホースすごいね、前評判いいって神奈川ではあんまなさそうだけどね。三浦東